横浜 DeNA 今永炎上。今季ワースト今永5回6失点炎上。終わりやね。今永ボコボコで草。シルエット失格。まあ確変種量やね。6点目きた。8月入ってからほんまにヤバいわ。 DeNA の投手って基本的に賞味期限短いよな。なんでなんや。表ローテで負けたら D 終わりやろ。 B クラスまっしぐらやね。中日とヤクルトにボコられちゃおしめえよ。初戦中にドラに打たれる程度やし。中日相手でも燃えてたしな。 S 観覧は中日にもボコられてたから別に違和感はない。なぜか今永とは相性良いヤクルト打線。去年の8月はキレキレだったのにな。これは残留やで。来年結果出してな。戸頭徳増続けてメジャーに行かせない名采配だぞ。今永はエース失格やな。こんなんメジャー何回転は。勝負ところで高めに集まりすぎやろ。いたストレート変化球通打されまくりやん。簡単に長打打たれすぎやろ。なんで甘く入るんや。高めに集めていけるのはナックルカーブがあるわわわだけやで今永くん。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。